くまう鳥たちを見てごらん。その姿はなんと美しいことでしょう。今の天の神様は鳥たちを養ってくださっています。なんと大きな恵みでしょう。だから心配などいりません。私たちの国籍は天にあります。いただいた宝を天に蓄えましょう。だから神の国とその義とまず第一に求めましょう。それに加えてこれらはすべて与えられます。道端に咲いている野の花を見てごらん。その姿はなんと美しいことでしょう。今の天の神様は野の花を着飾ってくださっています。なんと大きな恵みでしょう。だから心配などいりません。私たちの国籍は天にあります。いただいた宝を天に蓄えましょう。だから神の国とその義とまず第一に求めましょう。それに加えてこれらはすべて与えられます。安らかに召されゆく人々を見てごらん。その姿はなんと美しいことでしょう。今の天の神様は人々をあがなってくださっています。なんと大きな恵みでしょう。だから心配などいりません。私たちの国籍は天にあります。いただいた宝を天に蓄えましょう。だから神の国とその義とまず第一に求めましょう。それに加えてこれらはすべて与えられます。